はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は臨時棄戦速報といたしまして、山下三段史上初の快挙、大井リーグ赤組白組それぞれの優勝条件、そして王座戦決勝トーナメント、竜王戦決勝トーナメント、さらに引退情報などまとめていきたいと思います。まずはじめに山下三段ですが、見事に6組決勝進出となりました。三段が6組決勝進出は史上初の快挙、これで5組昇級が決まっております。山下三段来季は5組からの参加、もしくはもし決勝トーナメントで暴れ回って挑戦権ということになれば、来季竜王もしくは1組という可能性もありますが、少なくとも5組昇級が確定しております。本当にすごいですね。そしてもし6組で優勝できれば次点が1つ付与されるという制度がありますので、山下三段すでに持っている1つ目の次点と合わせて6組優勝で2つ目の次点となります。その時点でフリークラス編入の権利を獲得という形になります。山下三段は現在進行中の三段リーグで3勝1敗と勝ち越しております。三段リーグで高段点を取らないということも条件になりますが、あと2勝すれば高段点回避となります。山下三段は2期連続で10勝以上上げておりますので、まあ、高段点ということにはさすがにならない可能性が極めて高いですが、果たして最終戦ラスボスともいえる藤本五段に勝って優勝なるかどうか大注目でございます。藤本五段はまだ18歳ながらすでにレーティングもトップクラス、もし決勝トーナメント行けばそのまま挑戦しても全くおかしくないぐらい強い相手ですが、果たして山下三段対藤本五段6組決勝戦が一体どういう形になるのか本当に楽しみに見ていきたいと思います。山下三段は前期惜しくも中学生棋士の資格、史上6人目の中学生棋士を逃しましたが、現在まだ高校1年生、将来が非常に有望な三段ですが、果たしてここでプロ入りのチャンスをつかむことができるかどうか注目でございます。ちなみにもし山下三段が6組優勝して、そして今期の三段リーグで上がれなかった場合はフリークラスでの編入、山下三段が今期の三段リーグで2位以内に入れば、まあ、両戦の結果に関わらず来季は C 級2組からの参加という形になります。果たして山下三段どうなるか大注目で見ていきたいと思います。続きまして大井リーグ白組ご覧いただきます。渡辺九段対森内九段の対局は森内九段が優勢に進めていましたが、終盤戦渡辺九段が逆転に成功して、これで渡辺九段が3勝目、森内九段は2勝2敗となりましたが、残念ながらリーグ陥落が決まってしまいました。これで優勝争いは羽生九段、渡辺九段、木村九段の3名に絞られました。最終戦で渡辺木村戦が組まれておりますので、この勝者がプレーオフ以上確定となります。そして羽生九段は飯島八段に勝てばプレーオフ以上確定、敗れればその時点で優勝はなくなるという形になります。最終一斉対局5月14日果たしてどういう風になるのか大注目で見ていきたいと思います。やっぱりこの渡辺木村戦が非常に重要なカードとなりました。ちなみに羽生九段は残留決まってます。最悪飯島八段に敗れてしまったとしても、木村九段や渡辺九段に直接対決で勝っておりますので、渡辺九段対木村九段戦がどちらになってもどちらが勝っても羽生九段の残留は決まっているという状況でございます。羽生九段本当にすごいですね。これで30期以上連続で残留となっております。まあ、ぜひ羽生九段また王将戦で藤井王将に挑戦したときはおそらく過去のタイトル戦史上でも最高の盛り上がりだったと思いますので、ぜひまた、藤井王位対羽生九段の7番勝負見てみたいなと思っておりますが、木村九段の久々の挑戦とか、最近不調だった渡辺九段の久々の挑戦、このあたりも見てみたいところです。そして赤組藤本斉藤戦勝者がプレーオフ以上確定、現在佐々木大地七段、藤本五段、斉藤八段が3勝1敗で並んでおりますが、藤本五段と斉藤八段が最終戦で当たっておりますので、この勝者がプレーオフ以上確定という形になります。そして佐々木大地七段は最終戦佐藤天彦九段戦に勝てばプレーオフ確定ということになります。まあ、こちらも赤組白組ほとんど同じ状況となりました。ちょうど佐々木大地七段が羽生九段のポジション、
で藤本五段、斉藤八段が渡辺九段や木村九段のポジションというところで全く同じような状況となっております。果たして誰が優勝するか大注目ですが、やはり藤本五段、現在18歳、もし藤井王位に挑戦ということになれば、伊藤匠七段対藤井八冠のその記録を塗り替える史上合計年齢が最年少のタイトル戦という形になってまいります。藤本五段、果たして挑戦になるかどうか大注目ですね。そして続きましてこちらでございます。竜王戦のトーナメント表ほぼ確定しましたのでご覧いただきたいと思います。まず6組優勝者は藤本五段か山下三段に絞られました。でそしてその勝者が5組優勝の西尾七段か渡辺六段との対局となります。そしてその勝者が4組優勝の、村中七段か高野六段か船井六段戦の勝者と対戦となりまして、でその勝者が1組5位決定戦で丸山九段を破った斉藤慎太郎八段との対戦、でそしてその勝者が1組4位の広瀬九段か森内九段戦の勝者と対戦、でそしてその勝者が山崎八段か佐藤康光九段戦の勝者、1組優勝者との対局という形になっていきます。そして続きまして B ブロック、こちら1組3位の伊藤匠七段か久保九段戦の勝者対佐々木勇気八段か郷田九段戦の勝者、2組優勝者の対局となります。郷田九段は見事に準決勝高見七段戦を制しまして1組復帰、そして決勝トーナメント入りを決めました。本当に羽生世代の活躍止まりません。山崎八段か安光九段戦の敗者が、その勇気八段か郷田九段戦の敗者2組2位の棋士と、そして3組優勝した池永六段戦の勝者と対戦という形になっております。池永六段、見事に本田六段を破り3組優勝を決めました。おめでとうございます。ということで続きまして藤井八冠の直近の対局イベント予定改めてご覧いただきたいと思います。藤井八冠は今季4勝2敗勝率6割6分6厘、名人戦は3勝0敗、叡王戦1勝2敗で4勝2敗という形でございます。やはり藤井八冠が叡王防衛できるかどうかというところに大きな注目が集まっておりますが、最近ちょっと藤井八冠、得意の終盤でなかなか、勝ちきれないというところが目立っておりましたが、藤井八冠5月8日9日に行われました名人戦第3局では見事に久々の藤井曲線を決めて完勝となっておりました。これでちょっと復調したんじゃないかという見方、プロ間でもありました。そして5月18、19日土曜日、日曜日、名人戦第4局後手番で、ちょっと不利な後手番での防衛戦となりますが、果たしてストレート防衛なるかどうか注目でございます。やはり叡王戦第4局に弾みをつけるためにストレート防衛といきたいところだと思いますが、もちろん豊島九段も得意の先手番黙っていないと思いますので、どういう戦いになるか大注目でございます。名人戦第4局で豊島九段が勝てば5月26、27の名人戦第5局までもつれ込むと、そういう形になります。で5月30日は先ほどご覧いただいた王位戦の挑戦者決定戦が行われます。5月14日に王位リーグ最終一斉対局が行われまして、そこでプレーオフがあるかないかなどが決まりまして、そして5月30日、赤組、白組、それぞれの優勝者で挑戦者決定戦が行われると、そういった運びになっております。果たしてどうなるか本当に楽しみです。そして5月31日、金曜日、運命の一日となるでしょうか。叡王戦第4局、藤井叡王の後手番、伊藤匠七段の先手番で行われます。伊藤匠七段は、レーティング現在1950点ぐらいまで一気に上がってきました。上がり幅が本当にすごいので2000点ぐらいまで上がってくるかもしれません。で藤井叡王は現在2100点ぐらいというところで、もし伊藤匠七段が2000点ぐらいまで上げてくればもう100点差ぐらいしかないと、そういう形になります。100点差はだいたいその上位者の勝率が期待勝率が 65% から 70% ぐらいということで、それほど差がない状況になってまいります。伊藤匠七段は最善勝率、そして年齢的な伸びしろ、各種データ面から考慮して過去最強の相手と言って間違いないと思います。とにかく終盤力が極めて高く、一度有利になればその優位をなかなか手放さない、
逆転負けが極めて少ない棋士という形になっております。なので藤井叡王がもし防衛するとすれば、もう藤井曲線で序盤からリードを築いて持っていくしかないと、そういうような状況が想定されますが、果たして一体どうなっていくか注目でございます。ということで続きまして、王座戦決勝トーナメント、こちらも進みました。鈴木大輔九段が藤本渚九段を下しまして、見事に2回戦進出。次は佐々木大地七段との対局です。その下に行きまして、菅井八段が飛び七段を下しまして、次は郷田九段対永瀬九段戦の勝者と対局。郷田九段は2組でも竜王戦2組でも決勝進出するなど現在絶好調となっておりますので、果たして郷田九段対永瀬九段どちらが勝つか大注目です。そしてこちら糸谷八段対千田八段戦は、糸谷八段が勝ちまして、羽生九段の次の相手が糸谷八段という形に決まりました。羽生九段久々の挑戦なるかどうか注目ですが、あと3勝で挑戦というところまで来ております。上の山に行きまして、広瀬九段は久保九段に快勝、次の相手は豊島九段対伊藤新 TV でおなじみ伊藤慎吾六段戦の勝者との対戦という形になりました。そして最後に残念なお知らせですが、将棋の渡辺くん作者、渡辺明九段の奥様として有名な稲めぐみさんの兄、稲雄介七段48歳が引退が決まってしまいました。昨日行われました稲七段対坂口六段の第37期竜王戦5組残留決定戦で稲七段が敗れまして、これで引退が決定となってしまいました。通算成績は353勝351敗、5割を超える数字を残しましたが、惜しくも引退という形になってしまいました。本当にお疲れ様でございました。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ざっくりと軽く振り返っておきますと、山下三段があと1勝すればフリークラス編入の権利を得られそうと、そういう状況でございます。そして大井リーグ白組赤組はほとんど同じような状況となっておりまして、羽生九段、渡辺九段、木村九段、そして佐々木大地七段、藤本五段、斉藤慎太郎八段と、この6人のうちの誰かが藤井王位に挑戦するという状況が生まれております。竜王戦決勝トーナメントも続々、決勝トーナメント顔ぶれが出揃ってまいりました。で、藤井八冠が果たして叡王戦防衛なるかどうか、不利な後手番跳ね返して最終局にもつれ込むかどうか注目でございます。それでは失礼いたします。